当時外国人風みたいなのが一番流行ってて、名古屋だとハイトーンが本当にいなかったんですよ。なので、まあ、そこの自分の好きっていうところを追求して、まあ、僕のところって今ストレートもやってないですし、パーマもやってないですし、本当カラーだけ、カラーとカットとスタイリングっていうところの部分だけで武器にしたサロンってあんまりなかったので、その当時はだからそこをもう強みにした美容院が作りたいなと思って。なんすかね、なんか常に自分に満足しないっていうか、疑うっていうか、トレンドを追ってるっていうか、まあ、お客さんがトレンドを教えてくれる部分もあって、僕がどっちかというとなんか自分からこれ合うよっていう形よりも、なんかお客さんがなりたいのを見せてくるじゃないですか。そこにはやっぱトレンドも眠ってたりするんですけど、まあ、そこの部分でそれをそのまま叶えれたらやっぱり一番お客様って嬉しいじゃないですか。まあ、そういう部分で勝手にトレンドが生まれていくっていう感じの方がいいかもしれないです。なんかこれにしときたい意識してて、でもお客さんってこう美容院だとなんかこう気使うじゃないですか、美容院って実際は。なんで言いたいことを言えないっていうのは絶対にあると思うんですよ。それを例えば、まあ、こういうこと言いたいだろうなっていうのを絶対に言わないようにする。逆にそれをさらっとやることをすごく意識してて、なんかそういう部分を結構なんていうんですかね、できるようになってきた時になんか人間としての部分の成長じゃないですけどな部分はあるのかなと思いますね。で独学ですね、完全。僕セミナー行ったこともないんで、お客さんの声をめっちゃ聞いてきました。染めるじゃないですか、次来た時に前回の夜どうだったって言うんですよ。その時に前回と一緒でってなったらいい答えなんですね、僕は。あ、前回のが次もやりたいぐらいいい色だったんだってなる。なんですけど、もうちょっとこういう風がいいってなった時に前回のレシピと組み合わせて、まあ、もっとこういう風がいいんだっていうところの部分に気づけたり、そうなんか自分のいい色を出したいと思ったことになって、その子が思っているベストな色を探してるんですね。だからそこをずっと追求していったらいろんなバリエーションが出てきて、まあ、今があるっていう感じです。そうですね、今は全部に意識してるのは色気を出す、ヘアスタイルに色気を感じさせることをすごく意識してて、なんか色気を感じるときってどことなくその見える、なんていうんですかね、おしゃれなポイントがあるんですよね。唇だったりとか、なんか首筋だったりとか、なんか仕草だったりとか、なんかそういう部分を探しながらその人の良さを引き出すっていうところをすごく意識しててっていう風になりました、最近は。なんか真似することがすごい大事だっていう風潮がすごいあるとは思うんですよ。でそれもちろんそれもあると思うんですけど、なんか僕的にはそれがすごい楽しくないっていうか、みんな一緒になるじゃないですか、そしたら。なんで、まあ、遠回りでもいいんで、なんか僕は自分のその例えばまあ真似しちゃうってことはお客さん自身もなんか僕にやってもらってる意味ないくなって、その人を真似てるとこに行った方がいいぐらいになっちゃう。だったらやっぱり自分のオリジナリティをそこにプラスアルファで加えるっていうのは絶対に意識してるっていう感じですね。だっていいと思ってもなんか全部いいって思わない。どこがこれに自分だったらどうするかっていうのを考えてやっぱり日頃やってるってことですかね。でもお客さんがトレンドです、僕は。どっちかっていうとなんでかっていうと、まずモデルさんも全員絶対にお客さんなんですよね。雇ってないです。サロンモデルとかは一回も使ったことないですし、ずっとお客さんで使ってるんですよ。なんで、なんて言うんだろう、撮影があんまり上手じゃない子も全然いるし、でもなんか一個絶対的に強いのが髪の毛なんですよ。髪の色、そこが育ってきてるところになってきて、なんかそこがそのお客さんと作るのがその自分たちの美容院じゃないけど、だからその京都店もそうですけど、あれも僕のお客さんが内装をプロデュースしてて、でそれでのコラボっていう形になってますね。ソファーで何て言うんだろう、和とそのハイトーンのミックスじゃないですけど、まあ京都感の和があるじゃないですか。なんかそれにプラスアルファでこうミックスしたスタイルが楽しいかなっていうので、まあ、出させてもらったって感じですけど、でももうトレンドもさっきもまあ、コンセプトもそうなんですけど、もうお客さんが主なんで、これから作られていくなっていう感じですね。どちらかというとお客さんが僕らのラッキングを作っていくっていう感じなので、ご来店された方によって全部方向性が変わってくるかな。なのでどういう風にこうなんていうんですか、なっていくかっていうのは僕らもわからないしっていう面白さがある。あ、そう。あ、すごい。初めて。ああ。ずっとね。はいはい。夜はそうですね。なんかもう本当になんていうんですかね、自由でいいよって言うんですよ、スタイルは。僕正直コンセプトっていうのはお客さんをトレンドにするっていうことなので、何でもいいんですよね。だからそこにラッキングっぽいねっていうのがあるのが紙で分かる。そこだけは絶対に妥協するなっていう、髪色だったりとか髪のそのダメージの最小限のヘアスタイル、そういったところは絶対に妥協しない。本当京都店って次回予約全員してたんですよ。まあそうですね、感動もあると思うんですけど、分かんない、それはちょっと僕が何とも言えないですけど、本当びっくりするぐらいみんなされてて、でなんかその予約絶対にしてきたくなるっていうのが、なんていうんですかね、ゴールをその今回のことだけを考えてないっていうのが僕のやり方なんですけど、ご来店されてじゃあ今日で全部良くしようっていう、なんかもうそれって正直言って浅いんですね、僕は。だってお客さんの髪の毛って年間を通してやっぱりずっとよく言いたいじゃないですか。ってことはそれを考えて次の道筋をちゃんと教えてあげながら自分の髪の毛を理解するっていうのもそういうことで、今こういう状態になってるからじゃあこういう風にしていく、今回はここまでだからで次にはもっとこういう風になる。でもちろんその髪の毛を育てていくっていうのは絶対に言ってるんですけど、育てていくっていうのを逃げ言葉にしないっていうのをすごく大事にしてて、結局ずっとついていったらいつかその髪の毛に絶対に仕上げないといけないっていうのが責任感にあると思うんですけど、だからそこは、まあ、僕らがクオリティで証明する。そうなった時はもう顧客さんとしてずっと買ってくれますし、そこまではついていきたいって多分なると思うんですよね、ある程度。だからそういった部分での、まあ、偽りがないじゃないですけど、サロンをやっぱやってるっていう感じです。なんていうんですか、セカンドカウンセリングしてるんですよ、僕ら。例えば、最初来られた時にカウンセリングするじゃないですか。その後にまあブリーチワークするじゃないですか。でブリーチワークする時に大体みんなウェットで塗ると思うんですけど、僕ら絶対完全ドライなんですよ。ドライにするんですね。でその時にもうそのまんまの状態のお客さんのなんていうんですか、眠ってたものが出てくるんですよ、ブリーチしたら。それに教えてあげる。今こうでしょ、ここまで暗くしないと馴染まない。でここに眠ってるのがあるから、ここを取ってあげようね次って。ほらここまで綺麗に抜けたけど、ここからじゃあここでなんか1年前に何かやったでしょとか全部当てれるんですよ大体。その履歴って簡単に分かるじゃないですか、こう見た時にあここまで何かやったなとか。そういうのも全部カウンセリングの時にもう言っちゃってて、一番最初にでブリーチしてほらここ出てきたでしょっていうふうに。そうするとお客さんもあ本当にこの人いること合ってるってなってくるんです。そこでまあ一個信頼を受けるじゃないですか。でまあそこからじゃあだから今日はここまでにしていきますねっていう感じでやっていく。なんて30年間生きたとしたら、その30年生きたっていうよりもその30年どう生きたかっていうのをこう言える人間でいたいな。その筋が通ってる生き方じゃないですけど、これからも目標っていうかそういう部分はやっぱり有言実行だったりとか、スタッフの前でやっぱり言ったことは絶対に責任持って叶えていくっていうのが僕の中での目標でもありますし、そうやってこう道筋じゃないですけど自分がそういうのを切り開いていく、先頭に立ってっていう部分はこれからもチャレンジしていきたいなところですかね。でそのまあ目標とかっていうのはまあおのおの変わってくると思うので、その場でやっぱり皆さんに伝えていけたらいいかなって感じですよね。直感でいっちゃうんで僕結構そこですね、やっぱり感覚で生きるですね僕は。どちらかというと考えるよりなんで分かんないです、自分でも自分がこれからどう生きるか。